体験入店すると大体3000円ぐらいとか入ったらまず音と光と担当の細が来て褒めちぎる姫になる2回目は大体3万ぐらいです大学生でも、まあ、3万ぐらいはなんとかやりくりできるとその時にボトルを下ろすとかでそうなった時に当然3万円は持ってきたけども30万になったら27万円が掛け払肩代わりするからとそういうふうに入っていって大体3回目ぐらいから倍買になっていく300万円ぐららいそしたら到底支払 える金額でもないし、うん、誰にも知られたくないから、うん、性的サービスでいうけどそういうとこに入っていったら1日10万稼げるだから100200いてもあこれは返せる金額やって言いながら100万円払いに行ったらまた120万飲んで付け払いが始まる半年で700800万が大体基本パターンですよね、うん、まあ当然疑似恋愛ですからもう彼氏のためにもしのためにっていう部分でやっていくパターンですから、うん、根本的な売掛金っていう部分を抑えない限りいくら枝葉を切ってもなくならない。